さーてと、帰るかと。じゃん。これも電気ついてるな。あれ、スイッチがない。コンセント抜けばいいんじゃん。OK! 使ってない電気は消さないとね。会社の経費を考えない人ばっかりなのに、君って本当に優秀な人ね。そんな社長落ち着いていけません。備蓄見えてますよなんてね。 そうっすか、いいんすか。命って女の姫、どうしました社長。誰よ、サーバーの電源抜いたの。うわ、嬉しい、消しといてくれてありがとう。はーい、私でーす。なんてことしてくれたのよ。3ヶ月もかけて作った大切なソフトをよくも消してくれたわね。納期は明日なのよ。待ってくれても1週間、どうしてくれんのよ。メモとかなんか取ってなかったんすか。俺なんか大切なことはほれこの通り。電源の消し方を間違えなければデータは消えないのよ。なんてこと。うちの損害はこんなもんじゃない。このメモは、このメモはな、俺にとって命より大切なものなんだ。お金じゃ買えねえんだよ。しまったー。消えなさい、私の前から。少しは見どころがあるかと思ったけど、やっぱりあんたは最低の男よ。許してください、僕を見捨てないでください。こんなに迷惑をかけてこのままいなくなってしまうなんてできません。それは一人前の男が言うセリフだろう。何でもします。靴を舐めろと言われれば舐めます。ケツを拭けと言われれば喜んで拭きます。お金には困ってないでしょ。こないだ当たり屋やって100万稼いだから。全部使ってしまいました。このごくつぶしが。もうダメだ、間に合わない。あのソフト作るのに3ヶ月以上かけたんだもんね。我が社創業以来初の敗北を期すか。何よ、大声あげて頭に響くじゃない。みんなもうちょっと来て。これを見てください。どれ。どうしてこれ、金太郎が消しちゃったソフトじゃない。なんでここにあるの。誰かバックアップしといたの。いえ、金太郎くんが持ってきたディスクを走らせたらこれが。なんだと。そっか、私たちは金太郎にからかわれたんだ。あいつ、このソフトをちゃんとディスクに入れてからわざと電源抜いたのよ。ソフトが消えて慌ててる私たちを見て腹の底でせせら笑ってたんだわ。妙に腰が低かったりすぐ謝ったりしたのも私たちをはめる芝居だったのよ。許さん、金太郎はどこ行った。さっ
きまで玄関を掃除してましたけど。ぶっ殺す。ちょっと待ってください社長。ええ、これ私たちが作ったソフトと違います。何ですって。クライアントの注文通り要求は満たしてるんですけど。ちょっと見せて。本当だ、違うわ。しかもうちのよりもはるかに使いやすい。楽しいというかイメージがすんなり形になるって感じ。こんな切り口があったのか。見てるだけでも分かりやすいわね。これなら初心者でもマニュアルなしで使えそう。うん、面白いアイディアだわ。あ、見て、デリートのアイコン。データを捨てると鉢植えの花が育っていくわ。上のところでウィザードが演算手伝ってる。かわいい。すごくいいセンス。一体誰が作ったの？あの、これもしかして金太郎が作ったっていうの？嘘。あ、彼口だけじゃなかったみたいですね。すごいわ、これだけのものを1週間で。そういえばちょっと教えるとすごい飲み込みが早かった。大江金太郎、バカでいい加減なやつだと罵られいずこともなく去っていく。しかし実は私たちよりはるかに優秀で責任感があり寛容であったと。冗談言わないでよ、ちょっとかっこよすぎるわよ。出来すぎた話だわ。彼、玄関で掃除してるって言ったわね。確かめてやる。